もう少しその骨以外のところでモンゴロイドの特色を申し上げますとモンゴロイドには大きくあの北方の寒冷地に適応した人々それからまあ東南アジアをはじめとする暖かいところに適応した人々という2つあるのですが特にモンゴロイドの特色を顕著に発揮しているのは寒冷地に適応したモンゴロイドであります。 髪が黒くて直毛であるそれからまあ瞳が黒に近,近い暗褐色であるで瞳の中に蒙古ひだがあるそれから顔が平たく鼻が低い胴が長く手足が短いこれらはすべて寒冷地で、えー、まあ寒い環境で生活していく上で有利な身体的な特色でありそういう特色を備えていった人々があ、えー、16世紀の時代に アアジア南北アメリカに広く観察されたということになります。